こんにちは、城東区長の大東です。本日は花と緑の街づくりについてお話ししたいと思います。城東区役所では区民の緑化ボランティアの皆さんと共同し、さまざまな花と緑の街づくり事業を進めています。一つ目は種から育てる地域の花づくり支援事業です。区内のナマズエ公園内にあります花づくり広場を拠点に、緑化ボランティアグループ城東区花人コスモスタッフの皆さんが季節の花を種から育て、育てた花や苗を区内のいろんな場所に出荷し、町をきれいに彩ってくれています。昨年度は1万4000株以上の花苗を出荷しました。次に緑化リーダー育成講習会です。大阪市グリーンコーディネーターの皆さんや建設局鶴見緑地公園事務所の方々にご協力いただき、地域における緑化活動の担い手の育成を目的に年間全6回の講習会を開催しています。残念ながら令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しています。3つ目は緑のカーテン推進事業です。城東区役所では地球温暖化防止ヒートアイランド対策の一環として緑のカーテン推進事業を実施しています。緑のカーテン、サポーターなど緑化ボランティアの皆さんが種から育てたゴーヤの苗を区民モニターの方にお渡しし、自宅や事業所など区内各所で緑のカーテン作りに取り組んでいただいています。今後も城東区が花と緑にあふれる街となるよう、引き続き緑化ボランティアの皆さんと一緒に花と緑のある街づくり事業を進めてまいります。それでは次回も城東チャンネルのご視聴よろしくお願いいたします。